はい、皆さんこんにちは。秋になりましたので、今日はどんぐりを拾います。はい、ここね、国営アルプス安曇野公園の無料の部分のエリアなんですけれども、ここにいろんなね種類のどんぐりがありますので、今日はそれをね見ていきたいと思います。ではまず母さん、こっちからいきましょうか。はい、はい、シラカシの木ですね。カシのどんぐりが落ちてるはずです。で、母さん、葉っぱはねこんな感じです。これシラカシだな。はい、ということで、どんぐりついているとこありますか、母さんや。あ、母さん、ここあった？ああ、あったあったあった。ね、どんぐり大きくなってますね。カシのどんぐり。緑色だけど大きくなってるね。はい、ここもあります。かわいいね。はい、でもね、こうやってついてるどんぐりはね、取ったりしないようにしましょう。で、どんぐりここにあるってことは下にも落ちてるはずです。ほら、見てごらん。よいしょ。で、母さん、私見つけたよ。見つけた？ほら。あ、ここね、落ちてるどんぐり拾いましょうね。うん、はい、ほら、いっぱい落ちてるよ。ちょっと取って。ちょっと取るよ。うん、ポンポンポンと。よいしょ。あとここにもあったな。はい。これとこれとこれ。綺麗などんぐりですね。で、カシのどんぐりの特徴、傘がね、こうやってなんだ、ぐるぐるのね、ろくろ状みたいな感じになってるのがね、カシのどんぐりの特徴です。どんぐりはね、動物も虫も大好きなので、すぐねこうやって食べられますけれども、まあそれはね、栄養価が高いというか、ね、どんぐりみんなの人気者だってことですね。はい、じゃあ他にあるかちょっと見ていきましょうか。はい、あった。で、やっぱここだな。うん、そして、カシのね、葉っぱ。こんな感じです。細くて、とんがって、なんか厚みがありますね。うん、こんな感じです。よく公園とかに植えられているカシは、アラカシ、シラカシ、ウラジロカシ。まあ、そんな感じですけど、他にもね、いろいろ種類はありますけど、これはね、シラカシの木ですね。クヌギやコナラと比べると、カシの葉っぱはね、小さくて細長い感じです。そして大きな特徴としては、常緑広葉樹なので、秋冬でも葉っぱをつけている、常に緑のある広葉樹ということで、常緑広葉樹になるのが大きな特徴です。はい、幹はね、こんな感じです。はい、クヌギやコナラと比べると、幹はね、ツルツルしてますね。ね、カシの、これシラカシですけど、カシの種類によってそれぞれ特徴はありますけれども、大体こんな感じです。ちなみにですね、母さん、こっち、これね、クヌギの木ですけれども、これは大きなクヌギの木ですね。ゴツゴツしていて、ゴジラ肌なんて呼ばれています。コナラの木もこんな感じですけれども、ここまでねゴツゴツ感はないのがコナラで、これはねクヌギの木になります。はい、そしてね、どんぐりのなる木ってね、クヌギだから全部、ね、いっぱいなるのかななんて思うとね、やっぱり個体差があって、なる木ならない木、そして結実豊胸の周期っていって、どんぐりがなる年、いっぱいなる年、そして不作の年とかもありますので、必ずねいっぱいどんぐりが落ちてるってわけじゃないです。そして、この木ね、さっき私見たんですけれども、今年はねなんかなりが少ないですね。で、見ると落ちてるねどんぐりね、去年に落ちたどんぐりとかは見つけたんですけど、今年のどんぐりはねないんですよね。これいつのだろう。あ、あったあった、落ちてんじゃん。これ今年のだ。ほら、落ちてた。数少ないですけど落ちてますね。あ、ここ落ちてる。あ、見つけた見つけた。うん、これ今年のやつですね。これ去年かな。うん、去年落ちて、あれだね。うん、これとかね。はい、そしてね、もっと大きくなるんですけど、早めに落ちたからちょっと小さいですね。もう一回り二回り、クヌギのどんぐりは大きくなります。傘がこういった感じで、なんだろう、開いた傘になってて、こういった感じでトゲトゲあります。そんなに痛くないので安心ですね。こうやってもブスっては刺さないので、かわいいね。まん丸で、そう、まん丸どんぐりはクヌギのどんぐりの特徴ですね。まん丸で可愛いですよね、大きくて、うん、もっと大きくなるんですよ。はい、クヌギの葉っぱこんな感じをしてます。チクチクがねあります。痛くないですよ。こんな感じでね、葉っぱ自体もね大きいです。栗に非常に似てますけれども、葉っぱの大きさとね色とかで判別できますね。はい、そしてちょっとねもうくたびれた感じしてますけれども、もうすぐ紅葉して落葉しますので、もう葉もね今年のお役目を終えて間もなく落ちるという段階に来ています。はい、あそこになってるのはありますね。ちょっと待ってくださいね。母さんズームしてもらっていいですか。これですね、これ。さっき見た茶色ではなくて傘がまだ緑色ですよね。柔らかそうだね。うん、柔らかくて、これからどんどんねどんぐりが大きくなるということですね。ほら母さん見てごらん。何？お、どんぐり綺麗にほら割れてる。うん、動物かなんか食べたんだろうね。リスかな、わかんないけど綺麗だね。どんぐり美味しいもんね。ほらここにもねいっぱい落ちてますけれども、実はね、はい、今クヌギのどんぐりでしたけれども、この木これだこれこれか、この木コナラの木です。こっち細いのですね。じゃあ母さん葉っぱちょっと見てもらってください。こういう葉っぱなんですね。うん、でクヌギより幅が広いですよね。でチクチクがねクヌギより少ないですので、ただ葉っぱ自体は似てますよね。こんな感じの葉っぱをしてます。そして幹、はい、クヌギはゴジラ肌ということでゴツゴツですけれども、コナラはゴツゴツ少ないですよね。こんな感じの幹をしています。なるほど。はい。でまあ非常に似てるので、クヌギコナラわかんないやでもいいんですよ。うん。でどんぐりを見ればわかりますので、どんぐりはねすごい形が違いますね。どんぐりがね、ほらこれ何のどんぐりだと思います？あれ、これはクヌギじゃないですか。そう、さっき拾ったクヌギの、緑バージョンですよね。隣にあるからね。そしてほら、あ、これがコナラのどんぐりです。こっちね、こっちクヌギ、全然違いますよね。でこれほら今年落ちたどんぐりだ。まだ大きくなってなかった時に落ちちゃったやつだから小さいですけど、こういう形をしていますね。去年落ちたどんぐりとかも、これ今年だな。去年、今年。ね、古いやつもあるけど。はい。まあ、こんな感じ。これ今年落ちたやつですね。そして、どんぐりの形、コナラのどんぐりの形違いますけれども、傘も違いますよね。傘は、あ、ここに落ちてた。こういう傘ですけど、コナラのどんぐりの傘はこういう感じです。鱗状なんて言われてますけれども、これはねチクチクしてないですよね。こういった模様がついているのがコナラのどんぐりの特徴になります。じゃあ母さんちょっと探していきましょう。はい、見つけた。これですね。あったね、傘。ほらこれすんごい綺麗だろ。すんごいツヤツヤと思いき、あ、ほら食べられてるね。いるんだね、何かね、リスみたいなのがね。ほらこれも食べられてるもん。きれいに食べられてるね。動物が豊富にいるんだろうね、ここはね。はい、ということで我々はなんだ、コナラのどんぐりを探してんだってね。はい、じゃあちょっときれいなやつ探そう。ちょっと探してちょうだい。はい。いいところに栗の木がありました。これがコナラの木ですね。さっき見たコナラの木。そしてこっちが栗の木です。栗はこんな感じね。栗の木の幹はコナラよりゴツゴツしてなくてつるっとした感じで、カシに近いですけど、カシよりまあカシに近くないか、コナラよりもゴツゴツ感がさらに少ない、ちょっとつるっとしてますよね。そして葉っぱ、クヌギの葉っぱに似ててちょんちょんトゲトゲみたいなのありますけど、痛くはないですね。クヌギよりも細長い感じで小さめです、一般的にはね。あ、もう開いて落ちてるってことは落ちてるのかな。そうで、ここに落ちてるんですけど、あ、本当だ、落ちてた。まあ栗ったらこのイガですよね。プスってこれは刺さりますよ、皆さんね。良い子のみんなもプスって刺さったことあるかもしれませんけど、痛いから気をつけてくださいね。痛い、うん、ちょっとでやるの痛いね。そして栗落ちてましたね。落ちてた。はい、綺麗な栗ですね。ただこの公園なんか栗は拾わないでくださいって書いてありましたんで、このまましときましょうね。拾ったらダメってとこではね、拾わないようにしましょう。はい、はい、これはクヌギのどんぶりだけどね、大きさに比べるとツヤツヤだね、栗はね。ちょうど今栗の時期だからね。はい、じゃあこれこのままにしておきましょうね。探す時のコツですけど、こういう地べたをね、もちろん探すのもいいですけど、草とね、草の下に入っちゃったり葉っぱの下に入っちゃったりして探しづらいですけど、こういう斜面、こういう斜面はね見やすいですのでおすすめです。コロコロどんぐりコロコロするんじゃない？コロコロして下の方にね集まってますんで、こうやってほら見やすいし、あ、本当だ、綺麗だね。こうやって見やすいね。斜面ほら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 、本当だ。このどんぐりなんかいい色、いいコナラのどんぐりだ。はい、いっぱい落ちてますよ、ここほら、ここにもね。なんと、はい、ということで斜面探すのがおすすめですね。はい、ではね、今日取れたどんぐり見てみましょう。いろいろ取りましたよ。あ、どんぐりコロコロ転がってくる坂ですから。はい、はい、ではね、今日取れたどんぐり見ていきましょう。はい、まずはコナラのどんぐりです。こちら、はい、ね、これなんかね大きくて形がいいですよね。もうちょっとね時期が良ければ来月にはねもっと大きなどんぐりが取れるんですけど、まだ時期が早いので全体的にね小さめのどんぐりです。はい、こちらコナラのどんぐり。はい、そして次、ここはですね、はい、こちらがクヌギのどんぐりです。あ、これ、緑色、ね、落ちたてほやほやですよね。で、茶色くなってるどんぐりもね、丸いどんぐりですね。可愛らしいどんぐりをしています。で、これもね、まだまだ大きくなります。はい、こちらがね、カシのどんぐりです。で、小さくて可愛らしいどんぐりですね。うん。いつも一番遅いですよね、大きくなるのでね。そうね。うん。うん、どんぐりの中でも一番ね落ちるのが遅いのがカシのどんぐりでしたね。うん、はい、このようにね9月の中旬になって今どんぐりシーズン真っ盛りですので、皆さんもお近くの公園でどんぐり拾いしてみてはいかがでしょうか。ではこの動画良かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。